こんにちは、エブバリ。今日も楽しくですね、ジャイアントステップスの方を見ていきましょう。ジョン・コルトレーンさんの名曲中の名曲ですね。今日は2段目ですね。5小節目から8小節目までやっていきたいと思います。2段目ですね。このですね、コード進行、配列がややこしいんでですね、普段やってるような251とはちょっとわけが違うんでですね、ここは慣れるまで何回も何回もやっていただく感じなんですけど、ダーンドーンファーラのフラットレのフラットみたいな感じですね。もう一度いくと、ダーンドーンファーラのフラットレのフラットみたいな感じですね。ここがもう鼻歌レベルで歌えるようにですね、1日10回、2週間後ぐらいにはですね、普通にできてると思うんでですね、根気よくぜひやっちゃってください。ちょっと音源に合わせてやっていきたいと思います。ではですね、半音下も一緒に入れてですね、いきます。ラのフラットはラー、ソのシャープラー、ドー、半音下しドー、お帰りなさいですね。ファーで半音下ミーファー、お帰りなさいですね。ラーのフラット半音下ソーラー、お帰りなさいです。つなげるとラーソーラードシドファミファンラーソーラーレみたいな感じですね。ソラン、ドシロン、パミファン、ラロララウンデン。次はですね、スケールですね。3つだけいきます。ラーから始まって3つだけ、ラー、1、2、3ですね。ラー、シー、ドのシャープみたいな、ドー、レー、ミー、ファー、ソー、ラーで3回上がったんで、ラー、シー、ド、ドー、レー、ミー、ファー、ソー、ラー。次は3拍落、ラー、ラー、ラー、リー、ラー、ラー。1回、2回、3回、4回、5回でですね、下がるみたいな感じですね。5波状3波下落です。ラシドンドレミファソランダロワミバレみたいな感じですね。ですね、左乗りのおすすめは後半の2つのコードを251にしてしまう。ラシドンドレミまでいいんですけど、ファーのところを E フラットにしてあげると、あら不思議、251になるんですね。 E フラットマイナーのミファーソーで A フラット7ラゾファミファレみたいな感じですね。3つ目の F を E フラットマイナーにしてあげましょう。ラシドンドレミ
ミファンソラソファミファレみたいな感じですね。そしたらですね、前あった251にしてしまうコードのスケールになりますね。1個ずつ上げる感じです。ラーの1個上は C で、次のコードですね、ドー1個上はレで、ミーになりましたんで、ミーのフラットの1個上はファフラットなんで半音下、そのフラットでアフラットに戻ってあげる、つなげるとラシドレミのフラットファン、そのフラットラのフラットファレみたいな感じですね。ラシドレミファロラルみたいな感じですね。アルペジオの方も見ていっときましょう。ラドのシャープミドミソファラドシソミレとかでいいと思います。とにかく3回上がったら5波上3波下落、最後は下がってあげる。ラドミドミソファラド、次が問題ですね。アフラットなんでドラミーとかでもいいですし、普通にミドラって下がるのもいいんですけど、ラドミンドミソファラドからミのフラットっていうのがですね、これテンポによりきりなんですけど、ジャイアントステップスそんなにゆっくりやるっていうことはないのでですね、例えばめちゃめちゃ早くやった時に、これもちょっとアルペジオではですね、距離がありすぎて対応しきれないっていうのがあるんでですね、できたらですね、隣の音隣の音に行く方がいいですね。ラドミンドミソファラド、まあ左のりのおすすめは最後はシソミファロラみたいな感じですね。この方が自然です。それちょっとやってみましょう。
ひですね、基本に忠実にですね、まずはコードとアルファベットの音を吹くだけでもいいんでですね、そっからですね、半音ずらしたり、アルペジオにしてみたり、全音上げてみたりですね、F のところを E フラットに置き換えるっていう練習もですね、かなり楽になると思うんでですね、普通の251になるわけで、やっぱり慣れ親しんでる251の方が簡単に吹けますね。ぜひね、この配列難しいんでですね、根気よくマスターしちゃってください。でですね、やっぱり早いテンポになるとですね、全部はなかなかカチャ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 難しいと思うんでですね、まあそういうのを想定した練習ですね。なるだけゆっくりのうちから隣の音、隣の音に行く感じ。ラードファンラーレーみたいな。ラドミドミソファラドラドミっていうのはちょっと変かなっていうふうに思いますね。ラドミンドミソファラド3回やったらシソミファ加工に転じる方がですね、実践的にはサウンドするんでですね、ぜひ練習してみちゃってくださいませです。左に洗いの足やけど、あんまりやりすぎたらさ、結構パズルっぽくなるからさ、やっぱり基本に忠実にな、やりながらも添いつつちょっとだけそらすみたいなな、肉付けになってくるとな、めっちゃいいと思うな。そうなんですよ、添いつつそらすね、タイプのね、肉付けね、で半音ね、全音ね、で置き換え代理コード、そういうのもね、やっていったらね、いいと思います。でやれんな、毎日やってたらな、2週間後ぐらいにはな、鼻歌ぐらいで歌えるようになるからな。だから勝手に自然にパッとな、こっちの方がいいんちゃうかみたいなのが絶対出てくるからな、その時は飛び込んでもらったらいいよな。その時はそうなんですよ、飛び込んでもらったらね、絶対サウンドするんでね、頭の中になったサウンド、そうするためにはやっぱりですね、アルファベットの音、基本に忠実にですね、まずはやってみることが大事になってきますね。ぜひ、エビバリ練習してみちゃってくださいませです。今日の動画良かったねと思っていただける方は、どうか、いいねボタンとですね、チャンネル登録の方よろしくお願いしますです。コメントにてね、見ましたって言ってくれるとね、めっちゃ嬉しいですよ。でね、ヒダロリッチはね、オンラインレッスン、北海道から沖縄までやっております。歌、ピアノ、トランペット。で、金管楽器全般です。でね、ヒダロリッチは群馬県の館林っていうところがおるんでね、ぜひね、エビバリね、よかったらね、オンラインです。リアルレッスンの方もね、よろしくご検討くださいませです。ヒダエビバリ、めっちゃ天気のありがちのカミングです。めっちゃ天気、まままままままセラエビバリ、めっちゃ天気のありがちのベビガッチュでした。めっちゃ天気、まTo my two step.